UMB 2015九州大会 in 宮崎。たった今宮崎から九州代表を生み出す大会が終わったばっかりです。本日エントリーした MC、 今大会は印象的な延長戦がかなりあって、叩き合い、ぶつかり合い、そして印の数もやたらと出た攻撃力のあふれるファイターがたんまりとエントリーした、すごいレベルの高い大会でした。もちろん誰が勝ち上がってくるのか最初の頃は予想がつきませんでしたが、準決勝あたりからヒラディは思わず誰がこいつを止めるんだとコメントしてしまうぐらいにノリに乗った MC が結局はてっぺんまで駆け上がることになりました。そしてこの男菅英慶神はもし 9.23 UMB ファイナルでブックマークがあってみんなでちょっとベットしちゃうんだったらこいつにベットしちまうかもなと言わせるぐらいのパフォーマンスを見せて優勝したのがこの男ガドロー。おめでとう、おめでとうございます。でガドロが見事に九州代表として突破しました。まあ、戦いぶりはかなり、ジャッジとして俺が見ていた感じではまず最初に先行でガドロが取ったやり方っていうのがもういきなりとりあえずもう相手を一発目のラインから倒しに行くぐらいのやる気満々、取る気満々の様子見とか一切ないし自己紹介も一切いらない、こいつ目の前のこいつをぶっ潰して余裕だぜっていうスタイルをいきなり見せてくれて、そしてそのスケール感とエネルギーがどんどん決勝に向かって上がっていくっていうのを目の前で実感できるような素晴らしい戦いぶりでした。これはバトル MC にとってはかなり有利な感情のコントロールの仕方、スキルのコントロールの仕方だったと思います。そして結果勝ち上がったんですけど、まあ戦ってみて今日の大会どうですか、感想は。思ったよりめっちゃ手こずりました。手こずった、あもっと余裕でいけるぜと正直思った。正直思ってたらみんなやっぱりちょっとあれこれまだ倒れねえのこいつみたいな、うん、でもそういう試合実際にあって、延長にもつれた試合とかも、あったんだけども、まあやっぱりそういったものの中で一個先に出るっていうのは経験値の違いだったり、結局はいろんな修羅場を経験してるぜっていうのが目が覚めていく様子っていうのが見えたんで、923に向けてこの感覚で目覚めた状態でぶっ込んでいけばかなりチャンスがあると思います。そして今年からスタートしたこの体制での UMB 1年目なんで、1年目のチャンピオンってやっぱりある意味他のやつの基準になってるから、ガドロがそういったバトル MC の基準の作ることができるのかどうかを楽しみにしたいと思います。 9.23 いろんなやつらが待ってるけど意気込みをお願いします。1回勝つごとにオリジナルもらえる、1試合ごとに、はい、今回ビートゲットシステムっていうのを取り入れてて、はい、全試合オリジナルビート、はい、そして自分が戦った試合で使われたビートは勝った MC が自分の曲として持って帰れる、だからチャンピオンになればその時点で4つビートを持ってるっていうシステムです。でそれは音源で使うもライブで使うも、はい、もう自分のものなので好きに使ってくださいっていう、はい、じゃあ16人ですよね、うん、オリジナルビート4つ欲しいです。あもう優勝して4つ持って帰る、もう余裕の表情一つ、余裕ではない、余裕ではないでもビート4つ持って帰る宣言、もちろんみんながそれを目指してると思うけど、それでガドロの新しい音源がさらにレベルアップした状態で届けられることになるかもしれないぜ、はい、923この男の戦いっぷりを楽しみにしてください。 UMB ガドロ成功、ガドロVS 高校ホロンバイムで行います。4本で行います。8小節4本。それでは行きましょう。九州の代表を決めます。 UMB2015 九州代表はどちらだ。行きましょう。 J-ROCK Ready Fight。ふざけた言葉でかまそう、ホロンバイムをこの場で殺そう、わかるだろお前さながら録音、今日削られてこっち貴重なせんじゃねえのお前消えな見えない遠ざかったりとすら儚いこの場でララバイ、お客はお前の声に誰もわかない、はいはい俺がララバイじゃなくこいつみたいなただイラストは儚い、俺はここで羽ばたきたいだからマジでこう羽ばないすで今日は日曜日さみんな終始の時間じゃないけどさ、俺の方が絶対勝つよ、ポップイーイばっかり踏み通すことができるからこの場で消えな消え、ここでスキル一気に上昇、それにビビッとの気にしろと背に意識朦朧、ごめんなさいって心を伝ってなった、もう悪死んじゃったこちらバウンティーハット、バウンティーハットまた渋るぞガーソー、見合
やつはいませんよ。こんなやつならそう裏手だけガドロンでまあ噂だけならば俺がマジ神のサバーキーオリジナルなら口がガキのラッパーキュンと半端なことはない俺は知らずで酔っぱらった笑いだけに容赦ないわかるだろお前が勝つのは今日じゃないわかるワンサイフローやばいこいつよれのが俺がフローやばい、はい、全然伝えてもないこんな雑魚すぐに蹴散らしたい気を取りのラップだってつまらねえしくだらねえ奪いたくなくつまれ自分で疑えつまらねえしくだらねえならばマジフローがねえならば俺に負けたしょうがねえならばマジで賞味期限切れつまらないならここで死ねえガトロ1年前はやばかっただけど今日はマジでまだバカこいつはそう終わったガトロさマジで終わりだガトロさガトロさとガトロさって大阪 KBD 言っちゃったそういう MC が九州の代表我は仙台ここ宮崎だ長崎の雑魚はどこか帰れいや怒り出るぜワクワクさん俺が勝利を抱き合うぜ俺もそうだワクワクさんだけど身長がワクワクさんこいつもワクちまったよな多い食事と病院送りはさ KBD が言ったネタだよね本人も確かあれ言ってたよね俺はドンキーコングの息子クルーキキキキキキコングまた終了終了終了